皆さんこんにちは。Your House Fitness のトレーナーのアイリと申します。今回はブルガリアンスクワットについてご紹介していきたいと思います。ブルガリアンスクワットとは、ブルガリアンスクワットは伝統的なスクワットのバリエーションであり、ランジに非常に似ています。ブルガリアンスクワットは下半身の主要な筋肉をターゲットにして筋肉の成長を促し、またバランス力が求められるので安定性を高めることができます。下半身をもっと強くしたい方、下半身の筋肉を成長させたい方、ヒップアップをしたい方、美脚を作りたい方にとてもおすすめです。ブルガリアンスクワットのやり方。自重でブルガリアンスクワットを行う手順は次の通りです。1、ベンチやステップをまず用意してください。2、ベンチの前で片足立ちになり、もう片足の足をベンチの上に乗せます。3、前にある足をしっかりと地面に固定して体を下げ、後ろの膝がほぼ床に触れるまで下降します。その後にスタート地点に戻り、同じ足で動作を繰り返します。上下に垂直で動くようにしてください。4、同じ動きを両足同じ回数を行ってください。ブルガリアンスクワットで鍛えられる筋肉をご紹介します。腸腰筋、大臀筋、大腿四頭筋、ハムストリングス、ふくらはぎです。ブルガリアンスクワットのバリエーションをご紹介します。まずはダンベルを使ったブルガリアンスクワット、スプリットスクワット、バーベルを使ったブルガリアンスクワット、ゴブレットブルガリアンスクワットです。以上、ブルガリアンスクワットについてご紹介しました。皆さんご視聴ありがとうございました。もっとブルガリアンスクワットについて学びたい方はぜひブログを読んでみてください。ブログのリンクを下に貼っておきます。また質問やコメント等があればぜひ残していってください。他の動画もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。